どうもメリッサです。今回はエキサイティング増田選手を使ってリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。ドリームキャラバンの累計で獲得できたこの増田選手なんですけど、 A ランクをしっかり7枚ほど待機しておりましたので極みを作ることができました。いやー、増田選手の A ランク信じて取っておいてよかったなと思います。密かにセーブ純正始めようかなとか、まあ、思っちゃったりもしてるんで、セーブ純正の動画はね、あのタイムスリップ選手の育成がランキング走ってからまだ終わってないんで、その選手の育成が終わってからセーブ純正の動画を撮りたいなと思っております。ということで、増田選手累計で当たったよという方たくさんいらっしゃると思うんですけど、増田選手の特徴といえばやっぱり球種ですよね。まあこのストレート、このストレートが普通のストレートじゃないんですよ。まあでもほぼ知ってるかなプロスピやってる7割8割ぐらいの方は知ってるかもしれないんですけど、このストレートがまっすらするんですよね。まっすらだけで今のリアタイ眼球を抑えられるかと言われると全くそういったわけではないんですけど、このフォークボールや変化量2の縦スライダー、あとはねストレートをねビタビタにベストピッチに決めてあげれば抑えられるんじゃないかなと思っているので、今回ランク戦でワンポイント起用していきたいと思います。正直僕はまっすらアンチ勢なんですよ。例えば昔の西選手のマッシュとかだったり、阪神青柳選手のツーシーム、横ツーシームだったりもあんまり強くないと思ってるタイプの人間なので、こういう選手を好き好んであんま使ってこなかったんですけど、今回せっかく増田選手を育成したんでね、ちょっと使っていきたいと思います。154キロの増田って結構速いですからね増田で154は結構速い。今回ね増田選手中継ぎ抑えでワンポイント起用していきたいと思うんですけど、まず称号チャレンジ、これ称号チャレンジ結構大事なんでね、9位プラスに狙っていきたいと思います。さあ称号の方やっていきたいと思います。9位プラス2狙いですね。2020年シリーズ1の増田選手取ってあるぐらいなんで、まあ、いかにね僕がこの増田選手を待っていたか、うん、これがね分かると思います。さあいきなり圧倒的な9位来てくれてもいいよ。いや丁寧な投球だけはマジで違う。増田選手ってでも剛腕のイメージあるけど制球めちゃくちゃいいんですね。増田選手なんでこの間通算セーブ数が歴代15位になったとか、いや強心臓は全然いいわ、うん、強心臓はスピリッツプラス15なんで単純な強化することができました。制球 A っていうのはねリアタイにおいて結構いいんでベストピッチ出しやすいんじゃないかなと思います。ということでまず1試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。まあ、昨日の動画の続きというか1番岡本選手2番牧選手のエキサイティングコンビでやっていきたいと思うんですけど、まあ、エキサイティングの補強は今回の補強は今回の補強は今回はそんな感じですかね。はい、岡本選手強い最強、うんで牧選手も最強、岡本選手牧選手増田選手、この3名がエキサイティング今んところの補強でございます。エキサイティング30連で終わってるんで60連目残ってるところではあるんですけど、まあ正直柳選手も松井裕樹選手も今回は補強しなくていいかなって思ってるんで、まあエキサイティング第1弾はこれにて終了。第2弾は、まあ、宮城選手を取ろうかなと思ってるんで、まあ、宮城選手今まで極みにしたことないんでね、 OK ナイスバッティング獲得楽しみだなーって言ったところなんですけど、岡本選手とか目玉が多い割には、まあ、全体的にエキサイティングそんなリアタイ的には豪華じゃなかったかなっていうのがまあ、僕の正直な感想ですね。もうちょっとリアタイ的に豪華にしてもよかったんじゃないかなって思うんですけど、まあこればっかりはね、まあ、その代わりセレクションとかアニバーサリーが豪華になるのかなと考えると、あっべ全然いいんですけど、まあいいや、ピッチング頑張ってやっていきたいと思います。どうしよう、ワンポイント起用がいいんですけど、いやこれバッター1人打ち取ったら増田選手いっちゃうか。マッスラマッスラーフォークでどこまで抑えられるのか。オッケー、吉野さんナイスキャッチ。いやここはいいや、ここはまではあの行きます。はい正直ねこういう場面で出してもって感じするんで、増田選手タイピンチがあれば面白いなーって思うんですよね。オッケー、いやーこれ攻撃しに行ってもいいな、落ちるか。いやーここでちょっと増田選手に交代していこう。ちょっと無理やり感あるけど試合数たくさん投げさせてあげたいんで、オッケー。まあ最新スプリッツってのはやっぱ強みですよね。ローズ選手の能力がっつり削っていって、まあとりあえず、フォークとかで遊んでいく。フォークとか見せていって、あーっと一球で抑えていく。まあまあ、抑えていいんじゃない？うん。フォークの変化量を把握しきれてなかったってことで、まあまあいいんじゃないかなと思います。オッケー、ボール球ヒット。
神ゲーかまして、でこの増田選手もね最近生放送で獲得したんですよ、最新増田選手を。増田選手極みにできるんで、増田選手の動画も作ろうかな。まあ、増田選手も昔から欲しかった選手なんでね、オッケー村上選手強い、もう育成が大変すぎるんですよ。だから増田選手って紛らわしいなロッテの増田と西武の増田、漢字が違うってね。よし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 、相手はロッテの増田さんでございます。オッケー、いい感じに強制できそうだなこの試合いいね。オッケー、牧選手最高すぎる、強制することができました。2試合目入りたいと思います。さあ2試合目の方やっていきたいと思います。相手ピッチャーは上沢選手でございます。いやー、岡本選手の打率がいいわ、本当に1番固定しようかなってぐらいマジで強いっすね。先取り使用させていただいとるんですけど、もうオッケー、牧選手も続いていくと、いやもうこの試合強制しちゃいそうやな増田選手の出番がどんどんそぎ落とされてしまってるかもしんないけど、まあいいでしょう。増田選手そんなロングイニング投げさせるつもりはなかったんで。はい、ナイスバッティング、かっこいい。増田選手、まあ、マッスラーがね、まあ、アイデンティティではあるんですけど、まあ、マッスラーだけじゃ正直今のランク戦環境、リアタイ環境を抑えるのは、まあ、不可能だと思ってるんで、まあ、まだフォークがあるから、組み合わせはできるんですけど、まあ、マッスラーイコール、まあ、動かない普通のストレートと、まあ、あんまなんだ変わりないですからね。カーソル合わせるのをちょっと、一瞬、クイッてするだけなんで、それを頭に入れとけばいいだけなんで、まあ、それだけじゃちょっと抑えるのきついかなと思ってます。あと超体ピンチを追加してあげれば純正でもね、増田選手の使い道あるんじゃないかなと思います。さあ宮西選手ごめんなさい、あれかな、俺宮西のショート動画出したからかな。うん、宮西のタイピン発動率は高すぎる宮西タイピンレベル1だ、それは出ないわ。うん、やっぱレベル5に上げないとタイピンは。いけ、当たれ、あいう福留さんナイスバッティング、これ強制しちゃいそうじゃないよね。落ちる、オッケー、長打警戒の裏をついていく。去年とか怪我してたと思うんすけど、俺の記憶が正しければね、普通にすごすぎる。おやー、強制してもった、まあいいや。3試合目登板させていきたいと思います。さあ3試合目でございます。高校なんでいきなり増田選手登板させていきたいと思います。 OK、 相手の大谷選手広角発動しなかったんで外攻めてあげたいと思います。やっぱ低めみたいにストレート、 OK、 詰まらしていく。低めみたいここら辺にストレート投げてあげるのが一番強いと思うんですよね。横にスライドしていくんで OK、 ナイス、岡本選手のナイスプレーが見れていく。さあ相手の山本浩二選手をしっかり削って上で制球83、いやこの制球力普通にいいっすね。うん、制球83ってのは普通に強い。 OK 取れる、まあちょっと危ない気もするけど、相手選手の芯をねちょっと外してあげてる。うん、それがいい感じっすね、相手選手の芯を。いやー、まあこれは増田選手の自責点じゃないから、相手選手の芯をねちょっとだけ外してあげてる感じがいいっすね。うん、で縦スライダーもまあ、抜けたてすら使うことができるんで、こんな感じで取れる。いやーそれ落ちるか、いやーそれ落ちるか、ストレートかなー、ランク戦は今のランク戦環境は。オッケー、ナイスボール、154キロでまっすぐ普通に速いですからね、これいいとこ行ってほしい。いやいいとこ、いやそこら B でも結構動きますね、やっぱ球威に比例するのかなこのまっすぐ。いや見逃してくるか、じゃあ外から入れたりしたらサードフライになったり、おいーファール。いやーまあ普通にストレートいくか、フォークボールの位置から。 OK、 ナイスボールすぎ、危ねえちょっといい感じに打たれちゃったんで、よし OK、 いやーナイスピッチング、いやーよく耐えた、自責点ゼロだからね全然。いやーまあ若干やっぱランク制使うのはきついかなー、今んとこ超大ピンチとかがあれば面白いかなーって思ったんすけど、いやまあもうちょっといけるかなって思ったけど、まあ使ってみた感じ投げる球困りますね。いや岡本選手強す、岡本選手マジで無双してる。まあ極み、いやー牧選手ナイスバッティング、
いやもう普通に打撃メインの動画になってまう。よし、ナイスバッティング。まあ、増田選手 A ランクいっぱいあって、まあ、極みにしたんで使ってみたんですけど、まあ、西武純正マジでサブ純正として始めようかなって思ってるんで、まあに、まあ、西口選手の育成が終わった後、まあ、ギャレット選手も持ってますし、まあ、3回出す、あ、3族打線のね、選手たちも大体持ってるんで、まあ、スピリッツだけちょっと古くなってしまうんですけど、OK、ナイスバッティング。いや、この試合もコールドできそう。打撃陣がやっぱ強いんでね、西武の純正は。よし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 。カブレラとかも持ってるんで、カブレラ森友哉選手で、松井和夫、中地、で秋山選手とか持ってるんで、まあ、ちょっとね、面白いかなと思ってるんですよね。よし、落ちる。OK。まあ大谷選手ライトはちょっと守備の動きあんま良くないっすよね。ここでコールド決めるか、増田選手2イニング目いくか、どっちなんだい藤井選手。ここで決めたらこの動画はもう終了です。もうなぜなら僕はもう寝なければいけないから、時間的に。さあ寝るか寝ないか、さあ2イニング目増田選手行くか行かないか。いや岡本選手にいいんすか、2打席目回しちゃって。これピッチャー交代じゃないのか。いいんすか、東京ドームで2打席連発いっちゃいますよと。ご視聴ありがとうございました。